暑い、今日も暑い。見てよ、空、ほら、真っ白い夏雲が出てます。夏雲だよ、夏空ね、カンカン照り、暑い。そして何、やっぱり来たかって。そうだよ、やっぱり来たよ。ね、来るしかないでしょ。ね、もう察しのいい視聴者の方なら、前回の動画を見た時点でもっても、あ、次はここだなって分かってるはずだよ。だよな、流れってものがあるからな。もう流れには逆らえねえんだよ。ね、前回は船釣りだったよな。それも餌は砂利目を使った。ね、砂利目や磯目、そういうね、池餌を使う池餌の、まあ、船釣りの時の後は必ずここだろう、決まってんだよ、流れなんだよ、それがな。で、前回何、白ギス釣ったよな、30匹。え、お前、前回白ギス釣ったのに、またここでちょい悩んで白ギスって。それはな、流れとは違うんだ。そういう流れは別なんだな、それの流れではないな。とにかく砂利目が余ったらここで消費という、そういう流れだからしょうがない。だから今日もここで余った砂利目を使って、このちょい投げ竿でちょい投げするね。大磯港、東堤防、ね、西堤防はね、なんか見たらね、人が少なかったな、今日はな、うん、なんでだろうね、暑いからかな、やっぱり、こんなカンカン照りのクソ暑い時に、まあね、ちょい投げなんかするバカはいねえよって、そうだよな、真っ昼間、それも真夏の真っ昼間、焼けつく堤防の上でちょい投げなんてやってらんねえよなーって、俺はやるのさ。みたいな感じで、とにかくやってな。で、今日はそうだな、前回シロギスなつってな、食って、あの炙り焼きか、炙り焼きじゃねえや、霜降りだ、霜降りの刺身で食ったんで、まあ、刺身っていうのはなんだから、3枚におろして大葉があるんで、それを巻いてだな、天ぷらにして食ってみようじゃないのって。まだ釣ってねえのに、お前まだ釣ってねえだろって、釣ってないのにもう料理を決めてしまいました。まあいいのさ、ふみたいなね。まあ釣ってってから決めろって、そういうことなんだけど、まあ、釣れ残ったらどうすんだって、釣れるよってそんな自信あんのかいって、ありませんよ、ふみたいな感じで、あ、その先がな、で、ね、東堤防だ、くだらねえ話をしながら、ね、こう歩いてきたらもう東堤防です。どうだ今日は、満員御礼だったりして、いや、そんなことはねえな、うん、ね、西堤防がだって、釣り堤防の西堤防が、人がちらほらなんだ、ね、だから、東堤防は、そんなにいないかもしれない。そんなに。で、うん、でん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 。どうだどうだどう。あら、誰もいねえ。何これ。え、釣り禁止じゃないよね、今日は。ん、違うよね。あ、海水浴場にはなってんのか。あ、海水浴場になってんだ。そこの赤い部位までが海水浴場だ。だからこの中では釣りができないと。ね、そうだそうだ。だから、先端部分まで行けばいいんだ。ね、先端まで。それにしても誰もいないの、何、うん、ね、ここはまだダメだな、うん、あのガメラ島はそうだ、もうあの海水浴場の中なんだ。だからずっと先端のこの辺でも潮濁ってんね。なんか相模川の川の水と同じような色してる。こんな濁ってんの。ずっとこっち、ほらこっちこっち、まあ、この辺から先はもう海水浴場じゃないから。でもこれ釣れんの。なんだ、大葉巻きの天ぷらはお預けか。おい、大葉だけで、大葉だけで刺身食う、あ、刺身じゃねえよ、大葉だけであの酒飲むようか。おい、マジかマジかマジか、まあ、ほらこの辺ならもう、うん、いいんだろうけど、海水浴客もあんまりいないよ。そこ海水浴場だよね、一応はな。そうだよな、あ、狭いのか海水浴場が、多分そうだな、まあ、それにしてもなんか寂しいね、今日は。ん？全体に。あ、中央堤防もそんなに人がいない。やっぱこんな、カンカン照りの日に、ね、こんなとこで釣りをするバカはそうはいないと。そういうことなんだ。まあいいのさ。ふぅ！じゃあな、今日も使う仕掛けはこれ。船のキス用、船釣り用のね、キスの仕掛け。これが使いやすいんで、これを使っていきましょう。それで餌はこれね、これ。クーラーボックスの中入れてきた。もう暑いからね。これ、前回の船の白ギスで使って余った砂利目、これ。結構ね、ちっちゃかったんだよね。だから一匹漬けで多分いいかな、ちっちゃいからね。これ使いましょう。よっしゃ、こんなでね、日本針にこう餌つけました。それで天秤はね、これは船釣り用のこの天秤なんだけど、新素材でできたやつね。それに重りはサンゴ、軽めで、これでいきましょう。いやー、暑い。なんかもうやる気が半分ぐらい失せてきたような気もするけど、白い雲が綺麗だね。ああ、これで暑くなきゃ本当にいいんだけどね。暑さが。参るよ。
クーラーついてねえのかな。クーラーのついてる堤防っていうのがあったらいいのにね。そんな堤防絶対ないな。少し風が吹いてくるとね、でもね、海からの風だからなんかちょっと涼しいかなって気がする。これで当たりが出るとな、もっとなんかこうやる気がボンって出てくるんだけど、濁ってるもんな今日な。すごい濁ってるもんこれ、濁ってる時って確かダメなんだよね、白ギスって。ダメだ。第1投目は当たりのあの字もなし。そんなもんだな、そんなもんだよね、この濁りだもんな。でもなんか白ギス以外の魚いるんだよ。いないのか。クサフグ以外なら何でもいいやね、毒がなきゃ。こういう日はでも海水浴してる方がよっぽどいい。こんな場で釣りなんかしてるよりね、海水浴の方がよっぽどいいよね。でも本当に海水浴客少ないね今日。まあ平日っていうのもあるけど、でも夏休み中だもんな。もっといてもいいと思うんだけど。お、当たったかな。なんか当たったな今。お、当たってる当たってる。お、分かった。なんかがね当たった今。ふくっとすごいちっちゃい。でもなんだろう、かかんなかった。でも当たった。魚はいるんだ。クサフグかもしれないけど、俺が嫌ってる。俺が嫌ってるっていうか、誰だって嫌うよなクサフグなんかな。まあ、一応あれ筋肉は食えるらしいんだけどね。でもまあ怖いからね。前回のあの船釣りのシロギスもすごい当たりがねちっちゃかったからね。まああの時は波もあって釣りづらかったっていうのもあったけど、でもシロギスらしからぬねしょぼい当たりだったよ。結構17センチぐらいのがアベレージだったかな、あの時は。サイズは釣れてもなんかあまりこう寄せる時も引かないし、とにかくなんかね元気がなかった。こっちの外側はねなんかダメっぽそう。ダメっぽそうっていうか、二投してダメと決めちゃうのはなんだけど、まあね、ダメ元で今度はちょっと湾内側をな、湾内側ダメ元な、ダメ元だよ、皆様のようにだな、英才教育を受けてきた方たちにはダメ元という言葉はな、まあわからないだろうが、私のようにだな、英才教育を受ける余地もなかった人間としてはな、人生全部ダメ元なんだよ。だからな、常にダメだと思ってもだな、可能性を求めて 0.1% の可能性を求めてな、こうやってとにかくトライしてみるのさ、ふうみたいな感じだけど、湾内側はダメかもしんないな。なんかが当たってかかった、かかったよ。なんかグググッと、ヒイラギ、ヒイラギでもいいよね、もう堤防釣りなんだから。なんかグググッと、湾内側か、なんだろう。でもヒイラギっぽいな、銀色してるから。あ、ヒイラギだ。あ、違うな。あれあれ、シロギス、それも結構いい方。え、今日は湾内側なの。これ見てよ、この前の船釣りで釣ったのとやや同じぐらいの大きさだよこれ。ほら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 、え、船乗らなくていいじゃん。え、船乗らなくていいじゃん。え、なんかおいおいおい、堤防大磯丸だな。おお、やったやった、やりました。ほら、こんないい方だよ。やったな。わあ、勝利だ勝利だ。ああ、勝ったよ。今日は勝った。勝ちました。やりました。お、またまた湾内側でかかった。またまた湾内側でかかったよ。え、今度はなんだ。あ、今度はヒイラギだ。そうそう、勝利は続かない。ヒイラギ。ほら。でもいいのさ、ヒイラギでも食えるんだもん。ダメ元が英才教育を制すみたいな感じですか。そうかね。また湾内側でかかりました。なんか、あ、またヒイラギだ。やっぱり湾内側はシロギスはあの一匹だけで、あとはヒイラギなんだ。まあいいさね。でも湾内側では釣れた後全然当たりがない。やっぱりマグレの幻だったのか。ダメか、やっぱり英才教育を受けた基礎がちゃんとしてる人じゃないとダメなんだね。ダメ元っていうのはこういうふうに自力でもってね、このね運勢を引っ張ってこれない。あー、そういうことか。やっぱりじゃあこの外側でやってみるか。外側で黒台の人も来たことだし、コマセ巻いてくれてるから。お、なんか釣れた。外側でも釣れたよ。なんか、お、やった。
白ギス2匹目、それも正真正銘のピンギスだよ。これこれはピンギスだよ。ワカサギぐらいの大きさ、ほらね、やったやったよ。またダメ元が勝ってしまった。こんな小さいんだよ。でもこれピンギスだよね。でもやったよ、白ギスは白ギスです。またなんか釣れた。またまたまたマジでマジかよマジかよ。目を疑うよ俺は。お前何、白ギス、うマジかよ。目を疑うよ。こんな小さいの、春に生まれたってお前もうちょっとでかくなんだろお前。うわーやったね、今日はダメ元の勝利の日だよ。でもなちょっとお前は小さすぎるだろ、もう少し大きくなってから連れてくれよ、頼むよお前。外側ってこんな小さいのしかいないの。お、向こうの黒鯛釣りの人がなんかかけた。黒鯛か、ほらなんだ、なんかまあまあのバシャバシャ貝づくらすかも、釜入れするから。あそうだな、貝づくらすかもしれない。ほら、ああそうだ、貝づ、うん、まあそうだな、貝づぐらいだな。ほら入った、入りました。おお、釣れてるな。こっちはなんかすげえマイクロピンギスのあたりがちょこちょこあるけど、さすがにあんなちっこいの張りがかんないよ。当たりあるんだよ、結構あるけどね、あれ多分ねさっきリリースしたぐらいのね、すげえ小さいやつだよきっと。うん、もう張りがかんない。餌は取られるけど、女なのだよ。ほら餌取られてる、なんちゅういけてない。かかった、今度はまあマシなサイズ。かかったよ。でもね、ああ外れた、白ギスじゃなかったな。うん、なんかねヒイラギっぽかった。ああ違う、フグだ。ハリスが切れてるフグだ。ちっきしょう、フグかよ、なんだよ。ああついに餌が尽きたか。ああ玉切れだ。ああ玉切れですね。はい、それで今回持ち帰った釣果はこれです。ああっていうか、おおっていうか、でも見てよ、この最初に釣れたシロギスでかいよ。これ堤防で釣るには十分な大きさというか十二分な大きさだよね。この前の船釣りで釣った時のあのシロギスと同じぐらいじゃない。ちょっとねメジャー当ててみますか。メジャー、本物のメジャーだぞ。剣単体スケールじゃないやつな。ほらこれ当てるぞ、こうやってね、ずーっと来るとほら20センチある。この前の船釣りでも一番でっかいの確か20センチだったんだよね。な、それと同じだもん。船に乗るよりも堤防に乗った方がいいんじゃねーって感じだけど、でも1匹しか釣れないのがな。もう1匹のこれな、これは小さいよ、これはすごい小さいよ。ちょっと測ってみるか、どのくらいあるかな。これ測ってみるぞ、こうやってほらずーっと来ると、え50センチちょっと超えてねえかこれな。だってほら50センチ超えてるよ。えマジですげえでかかったんだな。でもこっちのはえこれで測ると、あ1メーター超えてる。もういいやもういいやもういいやな。あとヒイラギが2匹、今日はこれだけだったけど、やっぱな、そうだな、ダメ元で釣る、なんかこの行き当たりばったりの場当たり的な釣りっていうのはダメだな。基礎ができてないからな。やっぱり最初に勝ったーとか言ってもあれはまぐれでもって、その後が続かねえな。やっぱしょうがねえな、そんなもんなんだよ。でもね、まあ当初の計画通りに3枚におろしてからな、半身をこの大葉、これもっとねいっぱいあったんだけど、ずいぶん使っちゃったんだけど、でもまだほらずいぶん残ってるんでしょ。これをなこいつで巻いて天ぷらを作ってみようと思う。じゃあな、まあ白ギスの方はね、まあ、3枚おろしにする前にこれはね鱗を取って、いやしかしこれねでかいよ、でかい。もっといっぱい釣れりゃよかったのにな。まぐれだったんだな、やっぱな。これな、1匹だけ罠にいたの。何やってたんだろうこいつね、本当に。こんなでかいのが湾内にいるんだよ、ね、もっといっぱいいるとは思うんだけど、なんで釣れなかったんだろう。あこんな感じでね、シロギスの鱗はきれいに取り去りました。それとヒイラギの方はね、塩をつけてね、ぬめりをね完全にこう取り去りました。じゃあね、あとはこれシソで巻けるようにね、まあ、3枚おろしにしていきましょう。
お、ほら、今日の卵が入ってるメスだ。すごいよこれね、なんか生たらこみたいにこの前あの湯引きしたらすごい美味しかったんだよな。今回もまたやってみるか。これでかいよ今日の。ほらだって20センチなんだ。この前の船釣りで釣った一番でかいのと同じぐらいね。これ取っておきましょうね。こっちに置いといて、それでこれね、こうしてこれで身の方はだな。じゃあこれ三枚おろしにしましょう。はい、こんなでね、3枚おろしになりました。この中骨はもう捨てちゃっていいか。今回はね、1匹しかいないからでかいのかな。じゃあバラ骨はね、一応こう、すき取りましょうか。こういう感じでね、まあ、これで、あとはここにこう、ヒソを重ねてくるくるっと巻きゃいいんじゃないかな。こうね、くるくるっと巻けばね、これで皮はついててもいいしね、この血合い骨なんかね、ついてても大丈夫ですね。じゃあもう半身もな、同じようにやって、こんな感じでほらできました。そしてこんな感じでね、全部の釣果さばきました。これが一番でっかいシロギス、でこれがちっこい方のシロギス。まあちっこいのはこんな感じでね、普通の天ぷらネタみたいにまあ開きにしました。あとこちらがヒイラギ、まあ、ヒイラギはね、まあ一応こういう風にね、まあ三枚おろしにした方がいいかなと思って中骨取り去ってね、でこのちっこいやつもね、一応開きにして中骨は取り去ってます。それでこいつらをね、この大葉、大葉をね、まあここにこうペコって乗っけて、まあ、適当な大きさに切ってから巻いて、それで巻いただけじゃまたパラリンと取れちゃうから、それをね、こう用事か串でもってこう刺して、まあ、巻いた状態でもって固定するんだけど、これね、前回ね、なんかね、同じようなの作った時、視聴者の方からね、スパゲッティ使えば抜かなくてもそのまま食えますよっていうね、方法をね、まあ、提案いただいたんだけどね、あれいいなと思ったけどね、後で考えてみるとね、うまくいかないと思うよ、あれ。っていうのは、このスパゲッティをこう肉に刺した部分ね、中に入ってる部分っていうのは加熱ね、多分されないからね、スパゲッティって。そんな簡単に。だからその部分が生になってしまって食えないんじゃないかと思う。出てる部分はね、油でもって直接こう、あの熱い油に当たるから、まあ、揚げてなんとか食えるようになると思うけどね、中に入ってるのが多分食えなくなって生になっちゃうと、今度抜くことができないからね、やっぱりね、串の方がいいと思うんですよ。でね、やっぱこの、用事じゃなくて、こう長い串を使えばいいんじゃないかと思って、今回はね、この長い串を使ってみます。じゃあ、まずはこの大きい塩ですね。これね、こうして巻くんだけどさ、どうしよう。まあ、これを、こう適当に、この大きさね、やっぱり、だいたい白ギスに合わせて、切るしかないんじゃないかね。こうやってね、切って、こういう風にして。こんな感じ。こんな感じね。そしたら、どっちから巻いたらいいんだろう。こっちから巻くか。尻尾の方からこう、くるくると、こう、巻くの難しいぞ。くるくるとほら巻くでしょ、こういうふうにね、こういうふうに巻くでしょ、巻けたほら、こういうふうにほらね、巻けた。そしたらこのままじゃパラッと取れちゃうから、これをね、まあ、スパゲッティでという案もあったけど、やっぱりスパゲッティだとうまくいかないと思うので、私はやったことないんだけどさ、まだ、うん、この串をこういうふうにさ打っちゃいいんじゃないの、こういうふうにほら、これでほらね、ね、スパゲッティだとさ、この中に入った部分がとにかく油に当たらないからね、この外に出てる部分は上がって食えるようになるけど、中の部分が生になっちゃうんじゃないかなと思って、でそうなった時にスパゲッティも抜けないからね、多分抜けなくなっちゃうから、やっぱこの方がいいね。これでもってほら、あの衣つけてさ、ここにはつけなきゃいいんだから、衣をね、それでこのまま上がったら、これここ持ってパクッと食えば、なんか料亭でそういう料理あるよね。そんな感じでもってやっていこうと思います。はい、そしてこんな感じでできました。全部やりました。ほら、こっちがでっかいシロギス、これがちっこいシロギス、そしてこれがヒイラギ2匹ね、なんとなくうまくいったでしょ。あとはこれにさ、衣つけて油で揚げれば出来上がりですよ。
やったな、なんかやったぜ。おい、じゃあな、あとはもう衣つけてあげるだけだからな。もういいよな、調理コーナーの方はな。それでは晩酌の会場に移動することにいたしましょう。はい、できました、上がりました、できました、上がりました、できました、上がりました。おお、できた、できた。あの品価の釣果がこのような美味しそうなおつまみになったよ。やりましたね。それでは早速食ってみましょう。これでございますよ。これでね、うまそうだよ。このでかいの2つ、これがでかい白ギスの天ぷら、そしてこの怪しい卵、これはでっかい白ギスの卵巣ね、湯引きしました。それとこっちのちっこいの、これね、これがちっこい白ギスでございます。それとこっちのちっこいの4つ、これがヒイラギ煮でございます。それではな、早速食ってみるんだけど、まあ、ちょっと食う準備しますか。今日もね、まあ、これ天ぷらの方はですね、お塩かけて食いましょう。お塩はね、これ今日はこの海のせい、これだよ、伊豆大島特産のこの海のせい、美味しいんだよこれね。これをね、ここにパラパラっとかけてみましょう。この塩ね、でも結構ね、なんかね、こうね、しっとりしてるんだよね。だからね、パラパラって言ってもね、結構ね、ボテボテってかかっちゃうんだけど、ボテボテって。でもまあ、ほら、かかったかかった、かかった。かかりました。結構ね、本当に美味しいですよ、これ。で、この怪しい卵、これはね、この刺身醤油ね、醤油をまあ、1滴、2滴、みたいな感じで、ちょっとだけかければいいね。ほら、ほら、ほら、こんなもんね、こんなにね。よっしゃ、準備ができた。じゃあ、どれからいくかっていうと、やっぱり白ギスだろうね、これね、これ。串がついてるから食いやすいよ、ほら。ね。これなかなかいいよね。なんかね、この串揚げっていうんですか、こういうのね。なんかね、料亭とかでもやるし、一般家庭でもやりますよね、こういうのね。やることはあるよね。うん。お上品な家庭はな。俺がガキンチョの頃、うちの家庭ではこんなのなかったけど。ね、じゃあ、これ、いきます。うん。うまい。一口でもって、パクッと食っちまったけど、うん。すごいうまいよ、これ。うん。うまい。ほんとうまい。うん。これなんかちょっと残ってんな、もったいねえな、これな、ちょっとしゃぶりましょう。うん、おいしい。うん、うまい、うまい、うまい、うん、やっぱりしそを巻くとうまいな。うん、うまいよこれ、うまい。もう一個ガブっていくのもったいねえ。じゃあ次はな、こんなこっちね、このヒイラギ、ヒイラギ半身でもって1枚なんだけど、これな、これどうだよ、これいきます。うん、これもうまい。やっぱね、ヒイラギと白ギスはね、味が違う。うん。ヒイラギはヒイラギの味がしてる。白ギスの方がでもね、しっかりした、はっきりした味がしますね。うん。うまい。じゃあな、もう一個これな。これな。このもう一品っていうか、これ。怪しい、これ。二つ、こうくっついてるから、いっぺんにいっちゃうのもったいねえからよ。この半分のこれ。これね、これいきます。いきます。うん。うまい。なんかね、中がね、今回も生になるぐらいの湯引きしたんだけど、前回もうまかったけどね、これね、本当にね、美味しいですよ、コーヒーにすると。じゃあな、本当に美味しいですよのおつまみを、ちょこちょこっとつまんだとこでな、このおつまみが全部なくなっちゃう前に、お酒といきましょう。お酒とくれば、今日も暑かったからな、冷たい日本酒だっつって感じで、これだよ、ほら、今日は。貝の開運、場当たり的にな、運任せでやったんで、少しな、運をつけようと思ってな、開運、お酒も開運、開運、開運、これはね、こう。生酒、木酒ね、本醸造、これはね、山梨県の地酒にてございますな。これをね、冷蔵庫で冷やしといたんで、これをこのちっこいキヤマンのグラスでいただくことにする。それではいただきます、いただきます、いただきます。うまーい。渋みがあるね、この海運。運がつきそうだよ。うまいお酒でございますよ。ありがとうございます。いやー、それにしてもな、今日の釣り一匹目は運が良かったよな。場当たり的にバシッと当たったな。でも、あの後が続かなかったね。あの最初の一匹が、あと29匹釣れちゃえばよ。この前行った船釣りと同じだから、もう白ギスなんか船に乗んなくてもいいやってことになっちゃうけど、まあそうはいかねえよな。やっぱり数を釣ろうとしたら船だよな。船には船頭さんがいるんだもんな。船頭さんがいるとこに連れてってくれんだから。
堤防には船頭さんいねえからな。でも一匹だけ釣れりゃいいだろって。そういうことですよ。ね。堤防には堤防釣りの面白さ。船釣りには船釣りの面白さがあるからな。まあどっちもどっち。どっちがいいとは言えませんけど。でもね、堤防釣りも面白いよ。ね。で、今日はあの海津釣りの人、まあ、黒鯛釣りの人、あの方ね、私がいる間にね、2枚あげてましたよ。30センチぐらいの黒鯛、まあ海津っていうんですか。ね。黒鯛釣りもさ、夏のカンカン照りの堤防でやるには結構修行だよね。あれは海のヘラブナ釣りみたいなもんだからさ、腰を据えたらもう移動せずにずっとでしょ。私にはちょっと無理かもしれませんわね。てなわけで動画の方はこれにて終了にさせていただきます。それではまた次回、堤防釣りファンの皆さんとは堤防釣り動画で会いましょう。ごきげんよう。